ミオです。それでは本日もママに会いたい続きやっていきたいと思います。これちょっときついわ。前回4番目が目玉三節みたいに出て、目玉さんが4番目だということが分かり、なんか監視と融合したみたいな、タネさんとお姉ちゃんが融合して、タネさんの意識の中のお姉ちゃんの体みたいな、よく分かんない姿になってるのと同じように、4番目の子が監視と融合したみたいなことみたいだよね。それで合ってるかな、分かんないけど。で、それが発覚し、お兄ちゃんのところに行こうずってなったんだけど、今こういう状況ですってことです。では早速やりましょうか。何これ、塞がってる。何が起きているのでしょう。奥の部屋なら空いているかもしれません。奥の方に行ってみましょう。うん。もしかして眠いですか？でしたらここにいるのは危険です。うん、でもお兄ちゃんと。私は監視が現れないように見張っています。弟さんは早く奥の部屋へ避難してください。うん、わかった。わかった。あ、遅い遅いね。眠いんだね。奥の方から何やら漏れてますね。何も起きてなければいいのですが、なんだか胸騒ぎがします。私はここを見張っているので、弟さんは奥の方へ避難してください。え、お兄ちゃん勝手に外出てないよね。やめてよ。待って。めっちゃ話しかけてくれたタネさんが死んでる。これさ、あれか。この辺も血の海になってるのか？すごいな。え、待って。おっそ。話聞ける？5番目の子は双子だったけれど、私の体はもう2人も抱えられない。せめて2人一緒にバイバイ。おー、なるほど。子供を下ろしすぎてしまって2人双子で産めないぜっていうこと。お兄ちゃん、お兄ちゃん、あ！あ！は？え？え？終わった！なんで？なんで？そう、エンディングさん一緒に。わー、やばい、監視に殺されたっていうことがわかるタイトル画面になっている。目が赤くなってるもの。え、どうしたらよかった？一体何がエンディング分岐なんだ？え、何かまずいことしたのかな？あれか、もっとなんかタイムアタック形式だったりしたのかな？どうするのが、わからん。ちょっと待って。はい、ちょっと今考えてたんですけど、とりあえずなんか、私、セーブデータを適当にこう、ペペペってセーブしちゃってたんで、直近の選択肢で残ってるのって、多分1番目のお兄ちゃんに探してもらう、2番目のお兄ちゃんに探してもらう、3番目のお姉兄ちゃんに探してもらうの選択肢しか、多分今選べる選択肢がないので、ちょっとそれで変わらなかったら私がまた最初からやってこれようかなと思うので、これだったかな？ちょっとやってみようかな。はい。うん。でも今の状態じゃ探せないから、1番目のお兄ちゃん、それとも2番目のお兄ちゃん、あと3番目のお姉兄ちゃん、誰かに手伝ってもらえれば、
なんかお姉ちゃんは匂わせてたじゃん。しかもなんか4番目の人が、うんぬんみたいな。こう4番目の子が2番目のお姉ちゃんに指示されてやってたって言ってたから、1番目でやってみようか。1番目のお兄ちゃん。やっほー。そんなとこで何してんだ？かくれんぼの続きでもやるつもりか？お兄ちゃん、かくれんぼはしないかな。なんだよ、しないのかよ。宝探ししてるんだ。僕の腕なんだけど。何それ、楽しそうじゃん。5番目の足の次は、お前の腕探しか。いいぜ、協力する。で、何するんだ？この箱の中が気になって。ほう、まずはこの箱ってわけだ。よーし。探してくれんの？ここでも1万円ある？おー、嬉しい。わ、お兄ちゃん、見えないよ。うるせえ、お前は見るな。見たらかくれんぼ100回の刑な。理不尽だ。ちょっと、中に何があったの？お前が見るのはまだ早いな。ハードなドスケベグッズがあったわ。え？あれ？ちゃんとここに腕あったよね。嘘をつかれている？お兄ちゃんに。ドスケベ？一体どんな？まだ知らなくていいっつーの。とりあえずお前の腕は入ってなかったぜ。そっか、手伝ってくれてありがとう。お兄ちゃんのところに戻ってみるね。おう、頑張れよ。本当に嘘つかれてるかな。3番目のお兄ちゃんを先にこう知っちゃったから、ちょっと3番目のお兄ちゃんのところにセーブしようか。で、記憶2が上書きしちゃいけないやつね。オッケー、覚えとく。さあ、お兄ちゃんにドスケベグッズがあったことを伝えに行きましょうか。お兄ちゃん、なんかね、腕だと、あれー、いない！お兄ちゃん！しゅ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 。な、待て待て待て！お兄ちゃんがいない！あれ？お兄ちゃん？なんで BGM 止まるの？どこに行ったんだろう？うお、暗い！同じか。死んでる！タネさん、どうしたの？返事してよ。そんな。でも今回はこっち行けるんだ。中が暗くて見えない。あ、じゃあそっち行けないんだ。ここの奴らもみんな死んでる。荒ぶってた種が、荒ぶってた種が死んじゃった。ちょっとこれが一番悲しいかも。彼は素敵な人だった。私にはないものをたくさん持っていた。お兄ちゃん。お前か。あれ、こんなドロドロしてたっけ？吹き出し。足は大丈夫なの？もうしっかりくっついたぜ。鳴らすついでに少し散歩してたんだ。そっか、じゃあ一緒に腕探そう。そのことなんだが、お前の腕見つけたぜ。本当に？どこにあったの？こっちだ、ついてこい。これがあなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。何？ねえ、お兄ちゃん。本当にこっちに僕の腕があったの？こんなところ一度も来たことないよ。お前は来たことないな。でも俺は来たことある。だから安心しろ。お兄ちゃん早い！
くっついたばっかりなのに早いね。お兄ちゃん、なんでずっと顔をそらしているんだろう。もう目が赤いのでは？足遅いね。あれ、この辺りぬかるんでる。どうしよう、このままじゃ倒れそう。お兄ちゃん、動けないよ。お兄ちゃん、ねえ、どこに行ったの？お兄ちゃん。およ。雨。何か降ってきた。雨。全身が痛い。何これ。溶けてる。あ。ママ。でもエンディングは違ったね。エンディングは違ったけれども、あまりにもバッドエンドすぎる。ちょっとお兄ちゃん、お兄ちゃんは一体は？エンディング1四角。え、どういうこっちゃねー。はい、戻ってきました。あ、じゃあ2番目のお姉ちゃん やってみるか。はい、来てくれたが。あら、あなたここで何をしているの？お姉ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるの。その、できれば手伝ってほしい。腕を？監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら？無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの。そんな、でも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。はぁ、キモ。ママに会いたいなんて、私には理解ができない。お姉ちゃん、もしかしてママが。私は手伝わない。じゃあね。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな。手伝ってくれなかったね。あ、や、あ、ちょっと待って、めっちゃ不用品回収の人が来た。はい、廃品回収がどっか行ったんで続き取ります。お兄ちゃんのところに行っていいのかな。行ってみるか。ほい。まだでも足くっついてないね、お兄ちゃんね。どうした？何をすればいいのか聞きに来たのか？うん。腕を見つける手がかりはなしか。仕方ないか。こればっかりはどうしようもない。そうだな。代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるもの？腕の代わりになるもの？なんだそれは。探しに行けってこと？ん？お姉兄ちゃん、わー、元気いっぱい、よかった。さっき死んでたからね、君ね。ごっ、オーケー。じゃあまたいろいろちょっと探索してみようか。こことか？あら！お姉ちゃんか？お姉ちゃんがいるね。私ね。夢を見ていたの。ママに会って、パパに会って、そして幸せになるんだって。私、ママに会ったことあるのよ。だけど、生まれた瞬間、私ハサミで切り刻まれたの。何が起きたのか何もわからなかったわ。痛くて叫んでも、ママは手を止めなかった。そして魂になって、ここに戻ってきてママの声を聞いたの。私、いらない子だったの。
邪魔な存在だったの。私、嘘でもママに愛されたかった。でも、愛されなかった。だけど、私が体を失って、初めて妹ができたとき、純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんとママに愛されますようにって、心の底から思った。その時はまだ、ママのこと、信じてたの。でも実際は、私と同じでいらない子だった。私、この子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子はママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて、利口だったの。ママの声が聞こえた時も、この子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママが、もう、今は信用できない。あんなママに会わせるくらいならあなたたちを殺してあげようって、そう思ったの。なるほどな。じゃあ、僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？そうね。間違ってないわ。四番目に頼んで殺そうとしたの。だけど、結局私が殺そうとしたことに変わりないわ。四番目の人は僕らを殺せる？監視しか思いつかないよ。正解。あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに、2人もくっついたのよ。そしてそれが、あなたをずっと見ていた、目玉ちゃんよ。目玉さんは、4番目だったんだ。ここでちゃんと真実なんだね。疑惑じゃなくて真実。でも、僕らと姿が違うんだね。四番目の危険が関係してるのかもしれないけど、私たちとは違うのは仕方ないわ。二人は好きな時に好きなように、監視と四番目に変身することができるの。それを利用して、あなたたちを殺すよう命じた。表向きはね。表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんでもないわ。だけど、結局のところ、あなたたちどちらかは必ず死ぬわ。え？あ、そっか、ママの体は持たないって言ってたな。え？あなたたち、双子の場合は少し難しいのよ。このママの中、そこら中ひびだらけでしょ？監視がたくさん出入りしていたせいで、私たちのこの空間が限界なの。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも、全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは、二人で一つなのね。だから、二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。私は、あなたたちのためにだなんて。結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。
今さら謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。ううん、いいよ。え、お姉ちゃんが僕に冷たい理由がよくわかったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしてたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんだって僕にはお姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉に3番目のことを言ってるのかしら。お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。ちょっと何聞いてんのよ。おお、お兄ちゃん、な、あいつら大丈夫っつったろ。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね。でもまだ、まあ一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんとそういうとこキモいよ。死ね。あ、はぁ、てかもうとっくに死んでるっつーの。おー、お兄ちゃんがすこ、うーん、勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけなんてどう言えば。あー、とりあえずちょっとここも聞いてみる。あー、同じか。セーブできる？できるね。記憶3にセーブしよう。はい。記憶2が大事。はい。ねえ、お兄ちゃん、お話があるんだけど。おう、なんだ？そんなしょぼくれた顔して。2番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。ああ、一人しか残れないと。そりゃしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい？うん、僕は、うわあ、ここでも選択肢出るんですかね。なるほど。ハッピーエンドはどっちだ？ハッピーエンドがまずあるのか？でも一緒に行きたいっていうのが正解な気がするんだ。一緒に行くのが正解な気がするから。ちょっと、うわ。うわ、なんか、ダメだ。どっちも心臓が、選ぶ勇気が私にないんだよな。でもちゃんと全部エンディング見たいんで、先に、お兄ちゃんに行ってもらいたい。僕は、お兄ちゃんに言ってもらいたいと思うよ。お兄ちゃんに言ってもらいたい。バカかお前。え？あ？お前は何のためにここまで来たんだ？俺を生かすためか？違うだろ。ママに会いたくてここまで来たはずだ。それを今棒に振ろうとしてるんだぞ。バカ以外に何だって言うんだよ。だけど、ここまで来れたのは、お兄ちゃんのおかげなんだよ。それなのに僕だけが行くなんて。仕方ねえ弟だな。あったよ、一緒に行くぞ。お兄ちゃん。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。俺はそれまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。あれ、これって変わんないのか、もしかして。この選択肢。おお、お兄ちゃん、お兄ちゃん歩けるようになったのね。あ、でも身長的にはあんま変わんねえんだな、やっぱり。ちょっとセーブ。じゃあ記憶1にセーブしておこうか。記憶3があそこの選択肢の、あれね。オッケー。うわ、こっちがハッピーエンドだったらどうしよう。しんどいエンディングになっちゃうじゃん。
お兄ちゃんと一緒に行動できる日が来るなんて嬉しい限りでごわすな。でとりあえずどうする、腕探せばいい。ああ間違った、腕はもう遅いかな。ここをお姉ちゃんに見てもらいたかったんだけど、やっぱり何が入ってるか気になるな。お兄ちゃん探してくれないかな。スケベな何かが入ってたりして。スケベってどんなやつ、例えば。ああ答えてやろうか、例えばだな、おっぱ。ここ以外の場所探さ。ほんの冗談だぜ。ああ探させてくれないのね。なるほど、この辺はでも特に探せるものはもうないもんね。おーすごい。お兄ちゃん、僕の自慢の双子のお兄ちゃん、あんまり似てないかも。そうかな、似てると思うけどな、髪型が。さあじゃああれどうしたらいいんだ、あとは。あ間違った、このマップ移動が何回やってもうまくいかない。うわあ暴れてるね、相変わらず暴れてる。ちょちょちょ、であとどうしたらいいんだ。お姉ちゃんに会いに行けばいいのかな。お姉ちゃん、あいるいる、あれお兄ちゃんじゃん、あれ。あはごま目を連れてきたんだな、答えは決まったってか。二人でママに会う方法を探してるの。なんだって、まあ無謀なことするね。でもそれが二人の答えなら俺は協力はするぜ。まあいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でもどちらかなんて選べなかったから、こうするしかないと思って。いいね。何もしないで終わるのも嫌だろ。最後まであがきな。うん、頑張る。あー、でもお兄ちゃん何も反応しないんだね。これが俺のお兄ちゃんか、みたいな。あ、お二人さん来たんですね。二番目の方から事情を聞きました。大変ですね。どうにかして二人が一緒にママの元へ行ける、そんな方法がないんですかね。方法があればすぐにでも協力しますよ。ありがとう、お姉兄ちゃん。お姉ちゃん来たよ。あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。うおー、何？固まった、びっくりした。びっくりした、あ、よかった。え、大丈夫？あ、オッケー。はい。結論は、その、二人でママに会いに行きたいの。はぁ？舐めてんの？舐めてないよ。これから方法を探そうと思ってて。ふぅ、ほんとアホな弟たちね。ごめんなさい。なんでお兄ちゃん喋んないんだろうね。見えてないとか、そんなことあるかな？それはないか。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも、残念だけどママの意志に、私たちは逆らうことができない。そういう風にできてるの。じゃあ、二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。あれ、いいの？アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ちょっとそこの5番目、ちゃんと聞いてるの？あと、お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど。そうだよね、ずっと気になってるんだよ、私それが。もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？あ、俺の話してんの？お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。どこにいるんだ？あら？見えてないの？なぜかしら？なんでだろう。僕は見えるのに。まあいいわ。とりあえず危険を伴ってもいいなら、二人で行きなさい。私たちがサポートして、出口まで案内してあげる。五番目にも伝えておいて。うん。お姉ちゃんありがとう。ああ、ありがとう。あれ？なんだ？何か、水音が聞こえてこない？待って。またこれ、まだちょっとだけイベント続くかな？繋がってるかわかんないけど、一瞬録画切っても大丈夫ですか？これ、多分2パートに分かれてると思うんですけど、ちょっと、
何十分もね続けて録画してるとね固まってしまうことがあるので一瞬ちょっと切りますね。